金玉は朝鮮民主主義人民共和国の第二大最高指導者、金正日総書記の個人秘書で、夫人であったとされる人物。元朝鮮民主主義人民共和国国防委員会課長。別名は、か成なり玉、劉玉器。日本のメディアでは、金億と表記されることもある。中央多くの女性が金力喜び組養成学校と呼ばれる、平壌の金星高等中学校を卒業後、 平壌音楽舞踊大学に入学して、ピアノを専攻。卒業後は、左官、蔡山軽音楽団のピアニストとして活動する。1980年代から金正日の個人秘書を務めていたが、2000年頃の段階では、米韓ともにさほど重要視していなかった。しかし、その後は着々と存在感を高めた。2001年頃より、国防委員会課長に就任したとされる。 2006年1月の中国共産党中央委員会総書記の古今党との会談や北朝鮮国内の視察など第三夫人の公営期の死後金正日と行動を共にしていることが確認されている2006年7月金正日総書記と同棲していることが報道された2008年には金正日の娘を出産したまた2008年9月より 重病説が流れている、金正日の詳細な病状について、詳細を把握しているとされ、公益が、死の直前に実施である、金製鉄と金正恩を筋力に託していることからも、後継者選びに関して、重大な影響を持っているとみなされていた。2009年頃、金正日と正式結婚したとみられる。2011年、中国の交換筋より放中した大韓民国の、 保守系野党、自由先進党の牧先へ議員に伝えられた情報により、金正日との間に7歳になる息子の存在が判明。金正日夫人の存在が公式に明らかにされたことは一度もないが、複数の女性との間に三男三女を設けたというのが定説となっている。2011年12月17日に金正日総書記が死去し、 その葬儀員名簿に名前はなかったが、2012年2月14日に発表された、金正日勲章受訓者132人の中になお、連ねた。また、これが北朝鮮のメディアで金玉の実名が初めて報道されたケースとなった。2016年7月、アメリカ政府系放送局のラジオフリーアジアが、金玉が家族と共に粛清され、政治犯として、 強制収容所に送られた可能性を報じた。これによると、中国の実業家が包丁した際に、朝鮮労働党の幹部から聞いた話として、粛清の決定打となったのは、金玉の弟の金筆都氏が姉の存在を後ろ盾にして取っていた、傍若無人な行動と傲慢な態度であり、国家安全保衛部が金正恩に報告したことにより、粛清となったという。また、金緑の存在が、 金正恩の聖母の公益の空像家や妻のり、雪主や妹の金与正の政治活動に悪影響を与えることも考慮されたという。なお、かねてより、金人氏は2011年に、金日清総合大学の総長代行である、第一副総長に任命されていたが、金正恩執権開始後の2013年10月に、 突然知りていたことが確認されており、朝鮮労働党財政経理部副部長だった父の金隆氏は2014年3月の最高人民会議第13期大議員選挙で大議員に再選されなかったことが確認されていた。ありがとうございます。